さて、レースのほう少し振り返ってみますけど、かなり先行争い激しかったですけれども、あれ。できれば逃げようとされてたんですかね。え、みんなそう思ってたんじゃない、か。自分だけは、もう別に。その、逃げようとは思ってなかったです。ですはい、最初から、はい。あ、まあ、とあとね、船団に加わろうという感じで。もう他の人たちは、もう思いっきり逃げようとしてたんですかね、あれ。そうですね。みんなステッキ入れて言ってたんで。でね、はい、それ見ながら。はい。 ただまあ絶好意につけて結果的に絶好意につけることができましたそして2度目の向正務に入ったところで早速、鮫島さんが動き始めて岡村さんもぴったりついていってならばと山口さんあそそこはやっぱり勝負ですかそうですすかうね、まあ、ある程度はついていこうと思ってたんですけどちょっとあの自分の1000八、あの100初めてだったんで,で、ね、ちょっと。 展開的にもスローっていうのがあったんで、まあ、自分も早めに行きましたね。はい。まあ、確かに点は早かったですが、中盤は極端にペースが落ちましたもんね。<laughs> さあ、そして、まあ、完全に前を捉えてから抜け出したところで、まあ、塩でおそらく確信されたですね。そうですね。もうあとはもう全然。あの四コーナー手前らへんは、もうちょっと馬がまだはみ取ってたんで、まあ大丈夫だなっていう感じでしたね。はい。<はい S 2> で。 ちょっとあのリプレイを見て気づいたんですけれどもゴールの瞬間、これたまたまですかねてか珍しくこういう風になってましたけれどもステッキを持っている手があれは意識して、こうじゃなくてたまたまステッキがこういう感じで動いたんですけど,どうですかいや、別に意識はしてなかったですいや、てっきり山内さんのガッツポーズで珍しいなと思って見てたんですけどやっぱ違いましたか <laughs>、<laughs> たまたまの流れでございました。ささこの強さです これはもうどこに出してもおそらく恥ずかしくない強さだと思います。いかがでしょう。そうですね。もうこれからまだまだ成長すればですね。まああと頻場なんでテンション上がらないようにとは思いますけどね。はい。まあその頻場ということでまあいろんなね交流レースも挑戦する機会もたくさんありますので大いに期待したいと思います。はい。では最後にお客様にご挨拶をお願いします。えまあ一番人気に答えられてホッとしてます。えー 今日1008買ってくれたんでまだまだ、えー、幅もできたと思ってますこれからも、えー、リバイブ応援よろしくお願いしますそれと今日生産者の方も応援に来てたんでまあ最高にあの馬も貸してくれたんじゃないかと思ってます今日はありがとうございました